オリンピックで最も重要なことは勝つことではなく参加したということである。これは人生において最も重要なことが成功するかではなく努力したということと同じである。本質的なことは勝ったかどうかではなくよく戦ったかどうかである。これは近代オリンピックの創設者のクーベルタン男爵の言葉です。彼は国際オリンピック委員会 IOC を設立し、オリンピックを世界の平和の象徴として発信しました。よく戦った人には人々は感動し拍手を送ります。そりゃ金メダルを取ればそれに越したことはないけれど、メダル獲得者以上に記憶に残るアスリートはいっぱいいます。みんな一生懸命頑張って戦って感動を与えた人たちです。今回はそんな中の一人、エリック・ムサンバニさんを紹介します。エリック・ムサンバニさんは1978年生まれ、赤道ギニア出身、愛称はウナギのエリック。赤道ギニアはアフリカの中央部、カメルーンとガボンの間に挟まれた人口100万人足らずの小国です。四国の 1.5 倍ほどの大きさで、国土のほとんどが熱帯雨林です。そんな国の赤道ギニアが2000年のシドニー五輪の競泳に選手を派遣することを決め、代表選手を公募することになった。そしてムサンバニが代表に選ばれた。彼はもともとバスケットボールの選手だったが、所属するスポーツクラブが補助金目当てに応募。そして一つには赤道ギニアにはスポーツの施設がなく、ムサンバニが注目を浴びることで施設建設の支援が受けられるかもしれないという国の目論みがあったといいます。かくして彼は自分の意思ではなく、オリンピックの水泳競技規定にある各国男女一人ずつの特別出場枠を使って100メートル自由形で出場することになった。なのでその時まで彼は競泳などしたことがなかった。練習を始めたのは大会の数ヶ月前だった。主に大西洋のビーチで練習していた。漁師に手や足の使い方を教わったという。それは沈まないための泳法だった。プールはあるにはあったが、赤道ギニア国内にある最も長いプールはホテルにある17メートルのものだった。ムサンバニはこのプールを1日数時間だけ借りて練習していたため、出場するまで50メートルプールを見たことがなかった。ムサンバニはオリンピック出場のため何も知らないままシドニーに到着。そして初めて50メートルプールを見たとき、彼は恐怖を感じたといいます。25メートルプールも見たことがない彼にはさぞかしとてつもなく巨大なプールに見えたことでしょう。プールでの練習は北米の選手と一緒だった。彼らの泳ぎを見て真似てみた。しかしなかなかうまくいかない。そんな中、見かねた南アフリカのコーチが手を差し伸べた。手足の動かし方、呼吸の調整、基本的なことを教わった。全てはシドニーに来てから学んだのでした。2000年9月18日、オリンピックプールでは競泳男子 100m 自由形予選が始まった。第1組のレースに登場したのは3人だけ。いずれも持ちタイムがオリンピック参加標準記録に達しておらず、各加盟国地域に男女1人ずつ与えられる特別枠、ワイルドカードで出場した選手たちです。そしてここで神様のいたずらか、2人の選手がフライングを起こしてしまった。当然2人は失格となる。残ったムサンバニは1人で泳ぐ羽目になった。人に笑われるのが怖かった。1人になってさらに緊張した。スタートはうまくいった。高速回転で腕を振り回す。足もバタバタ。美しいフォームとは言い難いが悪くはなかった。そして慣れていないクイックターンをどうにかこなした。でも前半で持てる体力を使い果たし、後半は苦しくなった。腕が上がらず下半身は下がり、まるでもがいているようだ。その時スタンドから声援が飛んだ。大きな拍手が起きた。頑張れ、頑張れの大合唱だ。無我夢中で泳いだ。ライフセーバーに見守られ、なんとかゴールにたどり着いた。1分52秒なのに、優勝したオランダのファンデン・ホーヘンバンドの記録、48秒30から1分以上も遅かった。オリンピック史上最も遅い記録を達成。それでも、会場を揺るがす拍手を浴びて、ムサンバニには笑顔があふれた。後にムサンバニはレースを振り返って、人に笑われるのが怖かった。最初の 50m で全てのエネルギーを使い果たした。 50m を折り返してから足に力が入らず、とても疲れていた。観客が頑張れ、
頑張れと叫んでいるのが聞こえた。それが最後まで強さと力を与えてくれた。ゴールできてとても嬉しかった。そして後にこう言いました。オリンピックの精神は競技だけではなく参加することにあると信じている。そしてその強さ、人々に伝えるオリンピックの精神、それが私を有名にしている。人々はそれを愛しているからと、最後まで諦めずに泳ぎ切ったことで観衆に感動を与えたムサンバには参加することに意義があるというクーベルタン男爵の言葉の体現者となったのです。彼の泳ぎは母国の目論見通り、厳しい練習環境が知られると様々なスポンサーがつき、競泳用具や金銭面などの援助が受けられることとなった。翌年の2001年の福岡開催の世界選手権では、ムサンバにはそれなりの泳ぎを見せるようになった。2004年のアテネオリンピックには、ビザの問題があったため、参加できなかったものの、4年間のトレーニングの成果もあって、57秒を切るタイムを記録したそうです。以上、思いつくままエリック・ムサンバニさんを語りました。ご視聴ありがとうございました。